これ買ってきました。はい、これはアップルの 61W USB-C パワーアダプターです。はい、これはね、MacBook Pro 13インチ買うときに、まあ通常でね、ついてくるものと同じものですね、買いました。純正です。はい、では開けていきます。これ結構高いんですよね。7000いくらしました。はい、まあね、こうやってアップル商品は開封動画を上げていくというスタイルでやっていきます。 30W のアンカーとね、一緒にね、組んでるやつを使ってたんですね、今まで。モバイルバッテリーにもなるし、充電器にもなるっていうのを使ってたんですけど、やっぱりね、パワーがあるやつの方がいいなと思って、61W のやつ買い直しました。これですね。はい。うん。まあ、すごい、安定感のある感じで、ここですね、ここをペリペリしていきます。はい、ピリピリって感じで。はい、はい、はい、中身はこんな感じで。はい。バーンって感じで、アップルのマークがあって、よいしょー、取ります。はい。まあ一応、こうやって説明書入ってるんですね。うん、こうやってね、USB-C の、開けてきます、はい、ね、ここのね、Apple のマークがあって、ここくぼんでるんですよね。はい、で、これは折りたたみ式のコンセントということでね、はい、こんな感じになってます。ケーブルはね、もうあるんで、ここに USB-C ですね。USB-C。挿して、で、コンセントにね、こうやって入れて、じゃあ今、ここに iPad あるんで、充電します。はい。こんな感じで充電できました。で、なんでね、60W?がいいのかなっていうと、 30W だと MacBook Pro が 0% 電池が 0% になった時に、その状態から使えるようになるまでめっちゃ時間かかるんですよね。だけど 60W の充電器だと、バッテリー0の状態からすぐに使えるようになるんで、そういったところからいいなと思って、やっぱ 60W の充電器をもう一つ買おうってことになって買いました。なんで、まあ一つあれば十分というね、方もいると思うんですけど、やっぱり自宅用と持ち運び用としてあったらいいなってことで買いました。以上、今度よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。